はい、今日お届けするのは、トランジットで今立ち寄っているソウルの街ですね。今いるのはですね、ミョンドンというソウルで一番の繁華街の入り口のところですね。新世界百貨店という、百貨店があるところで、まあ、目の前にもバンクオブコリアがあるので、東京で言うなら、日本橋なのか新宿なのか、まあ、全部合体してる、まあ、ソウルの昔からの都心の一番の中心の交差点です。近年では、川の向こう側のカンナムという地域がすごい発展しているので、このミョンドンの地位は、相対的に落ちているんですが、とはいえ、政府の大統領府とかもこのすぐ裏にあるので、まあ、ソウルの中心、ビジネスの中心であることにはやはり変わりがありません。さて、そんなソウルの路上ですが、私も5年ぶりにやってきました。どんな車が走っているのか見ていってみたいと思いますが、もうここまで今数分見ただけでもう分かっちゃいますね。日本車がね、すごい今、まあ、RAV4 行きましたけど、日本車が減ってますね、明らかに。これはもう間違いないと思います。15年前ぐらいのソウルだと、まあ、2割ぐらいは日本車がいたと思うんですね。トヨタ、ホンダが強くて、まあ、日産もいるみたいな、そんなところだったんですが、もはや、今日のソウルにおいては残念ながら日本車はこれはプレゼンスを出せておりません。日本車だけじゃなくて、まあ、輸入車全体がそうなのかもしれませんね。まあ、韓国の車もですね、まあ、アメリカでの普及状況とか見ると、ものすごい台数がアメリカに出てますから、やっぱり技術力明らかにつけてきていますし、日本人としては、まあ、市場が一つおよそ消えてしまったというのはちょっと残念なことでもあります。で、ただ日本みたいに韓国には自動車ブランドというのはそんなに多くないので、走ってる車がですね、同じ車が結構走ってますね。というのも、まあ、韓国、まあ、ヒョンデが一番大きい会社ですけども、ヒョンデ、それから、まあ、ヒョンデの傘下のキアですね、この2つのブランドがあって、そしてあと、ルノーですね、ルノーサムスン、この、まあ、3つで、もうおよそ韓国市場できてしまうので、こうやって走ってみてももうほぼヒョンデとキアばっかり。そして、今ポルシェ、BMW、メルセデスベンツと、3台走ってきましたね。特に BMW は韓国市場で成功しているそうです。ちょっとこっちの地元の人にも聞いてみたんですけども、 BMW とメルセデスは、調子がいいと言っていましたけど、やっぱりセダン多いですね。このジェネシス、今これオフィス街にいるのも、まあ、大きな理由だと思うんですけど、このジェネシスの G80 とかですね、 G90 とか、まあ、そういう大きなクラウン級のセダンですけども、クラウンもうちょっとでっかいかもしれないですね、 LS サイズかもしれない、のセダンがすごい走っているのと、まあ、あとキアとヒョンデのミニバンですね、こちらこれは旧型ですけど、キアとヒョンデのミニバンが、たくさん走っています。で SUV ももちろん、韓国市場、まあ、日本車いなくなったとはいえ、日本のメーカー撤退してるわけではなくて、まあ、日産は撤退してしまったんですが、トヨタとホンダはいますけど、最新型の、トヨタ車というのを今のところですね、そんなに目につかないような気がしますね。少し前のソウルだとハイエースとか結構走ってたんですけどね、今もうその辺の商用車も含めて、もうヒョンデにおよそシェアを全部取られた感じですね。日本には、ヒョンデが、あ、トヨタいました、アルファード新型いましたね。やっぱりそのこっちにないカテゴリーの車は、トヨタ車売れるんですかね。ちょっと嬉しいですね、いましたね、ちゃんと。で、まあ、ヒョンデといえば、まあ、日本に再上陸して EV 専業で今のところやっていっているわけですが、韓国のこの状態を見ると、まず EV、走っているんですね。東京よりもやっぱり多いなとは思うんですが、まあ、こうやって見回してみてすごくたくさんいるというほどでもないという、まあ、キアの EV6 というモデルと、あとアイオニック5ですね、この2つが主な、まあ、EV 専用車 でそれ以外にもEV3、それからジェネシスの G80 とかですね、GV80 とか、その辺の大きな
ガソリン車の、車にも実は EV が用意されているので、その辺がちらほら走っているのを見ますが、今こうやって道走っていく G80 とか見てもおよそマフラーがついているので、あのそんなにたくさん走ってないけど、今向こうに、ジェネシスの G60 の EV が行きましたね。それからその向こうにアイオニック5が走っていきましたみたいな感じで、ちらほら以上にいます。あ、ここにもアイオニック、キアの EV6 が前に止まってますね、という感じです。結構 EV を採用してるタクシーが多いですね。これちょっと個人タクシーなのか、あの会社のタクシーなのかわからないんですが、タクシーは EV を使っているところが多いように見受けられます。今これ目の前から来てるヒョンデグレンジャーもこれ EV でしたね、はい、こんな感じで、あのこれ、キア EV6 ですかね、の EV が走っていきましたね。全部なんか EV がタクシーが多いんですよね。それがやっぱりあの短距離を、ずっと街中で乗るので EV の方が燃料代かからなくていいじゃないかということなんでしょうか。普通に考えてそれが経済的な気もしますし、まあ、ひょっとすると、国から補助金とか出てるのかもしれません。あと日本にない車型としてはですね、ここにもアイオニック5のタクシーが走っていきましたね。だから EV 結構走ってんじゃないのという気はいたします。そして日本にはない車型としてはですね、今奥の方に見えていますけども、ミニバンの頭を高くしたリムジンというのが、こっちにありますね。あのカーニバルという、まあ、アメリカでも売っているミニバンがあるんですけども、その、ルーフの部分をあのジェットバッグみたいなものを積んでいるんですが、実は室内とつながっていて、車内の快適性が居住性が増しているオットマン付きのリアリクライニングシートがついた4座のカーニバルリムジンというものがありまして、それが今ちょっとこの向こうにいるんですが、手前に今これカーニバル走ってますね。これが普通のカーニバルで、こっちがこの GV80 の向こうにいる、これがカーニバルリムジンです。あのちょっと、ミニバンの頭を高くして無理やりリムジン化したようにも見られるんですが、室内は、さすがにそれで作ってあるので大変に広い車です。ヒョンデのミニバンですけども、これもすごい見ますね。これヨーロッパにも進出していて、あの今実は私ヨーロッパからの帰りなんですが、ヨーロッパでも結構走ってました。これだけ走っているのを見ても、トヨタがさっきのアルファード以外最新型のトヨタは見ていない。そしてメルセデスベンツとBMW、 BMW とメルセデスベンツは好調と、あの輸入車の登録台数を見ると BMW、メルセデス、ポルシェ、それから、ランドローバー、まあ、レンジローバーということですかね、があの今調子がいいようです。でアウディはかなり、韓国では日本車と同様に苦戦しているそうです。一時期はアウディは雪国だということもあってすごい売れていたんですが、韓国では厳しいことになっていますね。あ、マスタングとかも走ってますね。あの多様性はあるのですが、やはりヒョンデが多いということですね。そして、この4月からですね、あの法人で所有する高級車には、専用の色のナンバープレートが韓国ではつくようになったんですね。およそ900万円弱ぐらいからより高い車には、ちょっと色の違うナンバープレートがつくようになったんですが、これ何かと言いますと、まあ、要するに、法人の経費で買った車をあの個人で使う人が多いので、まあ、そういうことも含めて、鑑みて車のナンバープレートを、まあ、法人のものは法人にしようということになったみたいです。でそれによって、BMW とメルセデスの登録がすごい落ちているということで、まあ、非関税障壁ともちょっと取れかねないあのものですね。要するにジェネシスとかキアとかでは900万円級の車って今のところのほぼないので、あの、そうではない、それより高い車を売っている、あ、今行きましたね。多分あれが法人専用のナンバーだと思います。
7シリーズについてましたね。それによって、まあ、要するにそれで法人の車で、例えばその明らかに遊びに行ってるでしょっていうところには行きづらいようにすることで、まあ、あの登録を抑制するような仕組みが導入されて激減しているそうです。今走っていったタクシーたちも、はい、3台連続で EV でしたね。なので韓国は、EV タクシーが流行っているというか増えている。今もアイオニック5ですね、増えている。そしてヒョンデブランドではなくてジェネシスですね、高級ブランドジェネシスの方がこれ下手するとヒョンデより多いんじゃないのっていうぐらい走っていますね。キアはまあ見ての通り、キアの車の方がよりスポーティーでカジュアルなので、まあ、個人所有の車はやっぱりキアが多いのでしょう。そして個人所有の場合はこうジェネシスが売れてますね、明らかに、はい、あとはテスラモデル3も、かなりここでは走ってます。もちろん、これが川の向こうのカンナムに行くとだいぶ話は違うと思うんですが、およそミョンドン周辺のラッシュアワーの自動車というのはこんなラインナップの車が走っておりました。あ、今レクサス NX が走ってきました。なのでわずかながらレクサスとトヨタ走ってますね、はい、確かに日産は撤退してしまったのでもう新しい車はいませんというのが、ソウルからでした。